さあ本日はですね、これから名古屋に行くんですけども、今日はですね、新横浜から乗らず小田原から名古屋まで新幹線に乗っていきたいと思います。ちょうどこの後の時間帯ロマンスカーがあったんですよ。なのでロマンスカーで小田原まで行っちゃいたいと思います。10時48分発小田原。さあ私が乗るのはですね、あちらの箱根57号、箱根湯本行きです。いやもうロマンスカーって聞くとワクワクしますよね。2番ホームに特急ロマンスカー箱根号箱根湯本行きが参ります。危険ですから黄色い展示ブロックの内側までお下がりください。いやかっこいいなー。小田原から前6両が特急ロマンスカー箱根号箱根湯本行きに、後ろ4両は小田原号箱根57号。まあロマンスカの中ではそこまで人気がない方ですね。さあ間もなく小田原に到着、ここで新幹線に乗り換えです。さあ小田原に到着、こっからね乗り換えね20分ぐらいしかないんですよ。なのでまだ切符も買ってないので急いで買っていかないといけないですね。向こう側には新型のロマンスカーの車両、いや一番前乗りたいな、景色めっちゃいいんですよね。とりあえず、新幹線口行きます。さあ新幹線乗り場に来ました。めちゃめちゃ懐かしい匂いがします。私が乗るのはですね、あの12時7分の、新大阪行きの光なんですけど、あの光がですね最強なんですよ。なんでかっていうと、まあ小田原じゃないですか。小田原の次の停車駅っていうのがですね名古屋でございます。そして名古屋の到着時間っていうのが13時ね13分とかだったので、まあほぼ1時間なんですよ。という最強の光号にこの後乗って名古屋に向かいたいと思います。それでは切符買っていきたいと思います。まあ光号は、5号車分自由席があるのでなんとかなると思うんですけどね。さあということで購入してきました。小田原から名古屋までの、乗車券と特急券ですね。いやー安いですね。これだって割引とか1個もなしで8570円なんですよ。まあ、普通東京から多分名古屋までだと1万いくらぐらいするんですけど、やっぱ1万円切ってくると急に安く感じますね。はい、小田原駅こんな感じですね。なんかおばあちゃん家の匂いします。なんかめちゃめちゃ好き。小田原駅はですね、まあ箱根方面と新宿方面と新幹線がある、まあ、そんな駅なんですけど、いやー旅行行きたくなりますね。さあまあまだ20分前ぐらいなんですけど、もう乗っていきますか。なんかね思ったよりね小田原駅スーツケースとか持ってる人多いので、もしかしたらみんな大阪とかに行くのかな。今日はね4連休の最終日なので、もしかしたら小田原観光して大阪に帰る人が多いのかもしれないです。まあね、みんな新幹線になるとね、普通の電車だったら駆け込み乗車とかできるけど、新幹線は余裕持って行きたいですよね。多分みんな新大阪行きの光に乗ると思います。駅って13、14番線まであるんだ。知らなかった。そんな大きいとは思ってなかった。さあ駅弁の文字を見ると買いたくなりますが、私はもう食べてきたので買う必要はありません。いやー大阪、名古屋、大阪方面に乗る人めちゃめちゃいっぱいいんな。さあ自由席に向かっていきたいと思います。自由席は前側の1から5号車ですね。のぞみ号だったら1から3号車しかないから、もう東京駅とかね品川から乗らないと無理なんですけど、いや光号だったらいけるでしょうっていう気持ちです。初めての小田原からの新幹線乗車ですね。12時2分発こだま721号
はい、まあこんな感じでですね、1個前のこだま号っていうのが光よりも5分早く出るんですけど、これに乗る人たちは結構いますね。でもその後の光号を待ってる人も結構います。N700E ですね。さあこんな感じでですね、ほとんどの人がこだま号に乗らないと、そういう感じでした。皆さん光号を待ってますね。新大阪行きが到着いたします。お客様、お子様の手をつないでご乗車ください。はい、結構お客さんいたので、俺ももしかしたら取れねえと思ってね、ちょっと必死になりそうになったんですよ。なんですけど、入ったら全然人いなかったので、3人掛けの一番端に座れました。小田原駅発車してすぐですね、左手に見えてくるのがこちら、小田原城ですね。まあ、1回しか行ったことないんですけど、まあ、1回ぐらい行ってみると結構景色綺麗なんでいいと思います。ぜひ。はい、こちらがですね、ロマンスカーの切符と新幹線の切符ですね。ロマンスカー安いのでぜひ乗ってみてください。さあ現在ですね、熱海を越えて三島ら辺だと思うんですけど、まだ小田原出て10分ぐらいですね。で、あともう1時間もしないで、名古屋に着くと、そういう感じでございます。いや、めちゃめちゃ景色綺麗だな。で、小田原乗る前の新幹線だったんですけど、ほとんどね、自由席誰も乗ってなかったって感じだったんですよ。ただ、小田原でですね、めちゃめちゃ人混んでて、まあ、みんな、自由席に乗ったと、そんな感じでございます。まあ、小田原までは東京品川新横浜だから、みんなのぞみの自由席に乗ると思うんですよね。だからわざわざね、光に乗るやつなんてちょっと頭おかしいやつぐらいしかいないと思うので、まあやっぱりね、小田原だけにこう泊まって、そこから名古屋までノンストップっていうのは、小田原の近くに住んでる人からすると最高なんじゃないでしょうか。で、小田原と新横浜で値段の差なんですけど、自由席だった場合、新横浜から名古屋までだと1万800円、それに対して小田原から名古屋までだと9300円なので、1500円ぐらい違うんですよね。まあね、時間に余裕がある人とか、あとはね、ちょっといつもと違ったことしたいなと思ったら、まあ、小田原まで行ってね、新幹線に乗って名古屋に行くっていうのもいいんじゃないでしょうか。この光号は小田原の次が、まあ、名古屋って言って、ほとんどのぞみと同じような停車駅の光号だったんですけど、まあ、ほとんどのね、光号は、静岡のどっかには止まるんですよね。まず静岡と浜松だけだったりだとか、まあ、豊橋に止まったりだとか、まあ、そんな感じの運用なんですけど、まあ、1日に6本だけね、小田原から名古屋までノンストップのやつがあるので、もうこれで乗れればね、最高っすね。気持ちが最高っすね。まあ、この光号は名古屋の次、まあ、牛ヶ島、米原、京都と、新大阪まで全部止まるみたいです。さあ現在ですね、熱海や三島を過ぎ、もう少しで静岡というところですね。これが多分安倍川ですね。安倍川を一瞬でビュンと、新幹線は飛ばしてしまいます。まあ、光号で静岡とか、まあ、浜松に止まるものだったら、もう少し、遅いスピードで駆け抜けていくんじゃないでしょうか。そしてですね、こちらは浜松駅周辺ですね。静岡いつの間にかもう過ぎてしまってたんですけど、静岡のね、サウナの敷地にね、行きたいなってずっと思ってるんですけど、なかなか行く機会ないんですよね。で、浜松って言ったら、まあ、浜名湖がこの後映像に出てくると思うんですけど、浜名湖は何回も行ったことあるんですけど、浜松はね、ちょっとね、なんか観光に行くっていうと何があるのかなっていうのがあんまり、湧かないと、まあ、正直そういう印象でございます。浜松の人ちょっとごめんなさいなんですけど、ぜひ教えてください。さあそしてですね、こちらが、浜名湖ですね。もう少しで出てくるんじゃないですかね。はい、こちら浜名湖ですね。浜名湖めっちゃ綺麗だな。だけど新幹線に乗ってると、もう一瞬でね、ボンボンボンと浜名湖通り過ぎてしまうので、なんかちっちゃいね、池のように感じるんですけど、本当はめちゃめちゃ大きいんですよ。もうね、あそこは泊まりに行きたいです。さあこちらが豊橋駅ですね。豊橋はまあもう愛知県なので、名古屋はすぐそこっていう感じなんですけど、まあ豊橋はね、路面電車があるので近々行きたいと思ってます。17番線関西線第11号止まります。
さあということで大都会の名古屋に到着しました。もう人でねごった返してましたね。でもこちらのきしめんのね住吉の看板を見てうわきしめん食いたいなと思ったんですけど荷物が多かったので一回改札を出てそしてですねあのきしめん屋さんを探したとそんな感じでございます。きしめんですねこちらですね初めて食べたんですけどめちゃめちゃねあの歯ごたえあってうまかったっす。なんかあっさりしたねあの体に良さそうなもの。そしてこの後桜通り線に乗って栄の方に向かったとそんな感じでございます。はいということでこれからもこのチャンネルでは皆様が旅行したくなるような動画を撮っていきますのでぜひチャンネル登録していただいて見ていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。